キメラ編のの、ね、ストーリーリ流れをです、ね、ままとめてみました。キメラアントって王というただ一人の存在に向かって主が進化していくものが、ね、でこれをもってすごいっていうふうに書くんだけど逆に言えば王が殺されれば全て終わりっていうねすごい脆弱な組織なんだねゴンが王,王と対決しないそれどころかねゴンは一度も愛もしないんだよこれ何かっていうとねタイガードラマの作り方なんだよ ハンター×ハンターのストーリー解説ですね。今日は最高傑作と名高いキメラアント編とですね、その後の何か編ですねえ、インナーミッション編とか会長選挙編とか、まあ、いろんな言い方ができるんですけど、まとめて語っています。こんばんは。岡田徳夫ゼミです。えー、まあ先週からですね、ハンター試験編に始まりですね、ククルマウンテン天候闘技場編、ヨークシンシティ編、グリードアイランド編と、まあ先,先週じゃないな、もう今月の頭からですね、ずっとシリーズごとにハンター×ハンターの話してたんですけども、今で 話してていいた全てのシリーズは例外なく面白いんです、ね、しかし、あの、この次に続いたキメラアント編っていうのはですね、これまでのシリーズとはちょっと次元が違うですね、作り方、面白さになってるんですね。面白いだけでなくて、ものすごい漫画になってるんですよ。え今日はですね、その最高傑作ですね、キメラアント編と、その次のですね、えもう本当に どんな話になっているのか読者がついていくのがやっとだった何か編っていうのをまとめて語ります。えー、この動画はですね、2017年6月25日に配信したアコダトシオゼミ第184回の再配信です。動画終わった後にもですね、追加のアップグレード情報があるので楽しみにしてください。それではここから無料動画スタートです。えー、ハンターハンターはキメラアント編ですね。えー、キメラアント編というのはですね、あの、ハンターハンターの、まあ、 あの今のところ、ね、最高傑作というふうに僕は思ってるんだけどもうんあの完成度は奇跡なんだけどさ実は偶然かもというふうに思います、えー、キメラ編のです、ね、ストーリーの流れをです、ね、大体まとめてみました、えー、っとまず、えー、グリーンアイランド編のラストでジンに会えるはずが、まあ、カイトに飛ばされて合流とでここでキメラアントの女王の体の一部を入手して新たな脅威が来たとわかると。 次に女王アリがいろんな生物を捕食して捕食荒廃、つまり食べた生物の特徴を持った子供を産卵するってことがわかるとでこれがで師団長コルト不思議なコアラなど人間っぽさを残したアリたちが出てきてまあ素直にこれは将来駆除できない駆逐できないなっていう伏線も張られると。で えー、とてつもなく強い親衛隊ネフェルピドってやつにカイトが殺されゴンとキルアは修行エピソードに島流しになるとこれ島流しになるというふうに俺が言ったのは事実上ここでストーリーラインは2つに分かれて実はそのキメラ・アントガーのどうやってなんだろうな、えー、誰が主導権逃げるのかとかそういうお家騒動の話とに比べればなんかねゴンとキルアが修行のために えー、ナックルとシュートというやつと戦わなきゃいけないんだけどそっちの方の、ね、温度が、ね、だいぶ違ってくるんだよね。なのでまあ、島流しみたいになりますで王がついに生まれてキメラアントが分裂するとお家騒動だねで、各師団長を倒すという個別エピソードに移って転換ポイントですね、えー、軍儀という、まあ、将棋の進化したやつみたいな名人小麦という女の子が登場してラストへの流れと、まあ、あのこれがね、前半の大きい流れなんだけども。 うんとね、これね、あのー、上の方の3つのエピソードつまり人間っぽさを残した有りたちっていうのは後半でねあまりうまく機能してないんだよね。でそこからわかるのがやっぱそのうんこの富樫さんっていう漫画家は完全な構成を決めてその順番でエピソードを出すっていういわゆる。 バックマンデスノートタイプの漫画家ではなく、筋肉マンタイプの漫画家というのかな。ものすごい設定考えて、 本まあまあ宮ヒタイプと言ってもういいかわかんないねとにかくすごいことを考えてつどうなるって言ったら俺もわかんないどうなるって言って続きは来週までに考えるってとりあえず寝てしまうタイプの漫画家だというのが前々の,その天空闘技場編とそのなんだろうなグリーダーアイランド編の念能力の設定のバラバラさからわかるようにこのキメラアント編でも最初に出した伏線がもう本当にこれどうするんだという状態になってるわけだ特にあの。 ジャイロっていうその、あのー、なんだろうな悪の象徴みたいなキャラクターが出てきてでこれが街の中で消えていったっていうような話になってファンの間では次ジャイロ出てくるのいつかいつかいつかって話になってんだけど俺思うんだけどもう出てこないと思 <laughs> もうねこれはねは作者にしてみてもうんもうあれ今更出せないよっていうやつの一つになってると思うんだよっていうねあの 設定がジャイロ、もううう出ないような、いよそうでしょあの設定をね、まあ、次々と使い潰すってことはないんだけどもまあそういう意味でもないんだけどもあの後で矛盾が出てくるよりは一番面白い手を常に常に探してるからどうやってもこうやって捨ててしまう設定が出てくるんだよね。 で、えー、軍議の名人コムギが登場してここで転換ポイントになってここからドラゴンダイブという技を使って、まあ、キルアのおじいちゃんだよね。おじいちゃんとネテロ会長がです、ねえー、いよいよキメラアントの本部に突入するとここでもう敗北が決定してるんだけど実はなんでかっていうとキメラアントって王というただ一人の存在に向かって主が進化していくものんなのんねでこれをもってすごいっていうふうに書くんだけど逆に言えば。 人間に比べて何が弱いかっていったら王が殺されれば全て終わりっていうねすごい脆弱な組織なんだよね。人間は誰が倒されようが生き残ってるやつがいる限りもう一回リベンジリベンジリベンジでかけれるんだそれが人間の多様性の強さでこれがラストに向かっていってる実はその独裁政治と民主政治はどちらが優れてるのかそれも政治的な意味で優れてるのかっていう話につながってくるんだけどさ。 王が一人いればいい王一人の進化のために全てを捧げるというのは逆に言えば王一人が攻略されれば全てが終わってしまうっていう中で、ね、すごいこのなんだろうね一点突破の才能しか持っていない人間がそれがおられると全部終わりっていうなんかそういう不幸を書いてるんだよね。で、えー、その次にネテロ会長と王との戦いで会長が死んでミニチュアローズで核兵器が爆発すると。でこれもねあのその 会長とあのネテロ会長と王は実は戦う必要はないんだよね正直言ってしまえばネテロ会長がやるべきことは、えー、王に会った瞬間至近距離にいる瞬間に自分の心臓を突いてミニチュアローズを起動させることだったんだよそこでも彼のミッションは終わりなんだよねいわばあれあのグリードアイランド編のさゴンと全く同じことやってんだゴンはゲンスルーにあってこれぐらい怒らせたら すぐに、あの、次の段階に入りなさいっていうふうに、あんなにビスケに言われてたんだけど、ごめん、ビスケ俺やってみたいんだどこまで自分がやれるのかって言って、ガンガンやって、もう死にそうになってからビスケの言うことを聞いたんだよね。全く同じで、やっぱりね、強化系は似てるんだよね。ネじゃの会長がゃ思ってるのは、ごめん、各国の首脳、俺でもどこまで自分が続くかやってみたいんだって言って、これまで人間相手だったら試せなかった技をぜーんぶ出して、 だから幸福だったと思うよ、本当に。生涯に一度だけ全力で戦える相手と出てる戦って、その後、じゃあ、そいつと戦ったら、自分の中に熱い思いはあるのか、だって王の中に熱い思いがちゃんと出たんだもん、ところが、ネテロ会場の中に出たのは、王と散々戦って出てきたのが、うん、でもアリンコのために人間滅ぼせねえよなって言って、自分を殺すっていうね、<laughs> ひどい裏切り、人間の方が汚いっていう。 人間の方のが汚いっていうのが、寝てる会長が汚いっていうね、なんか、なかなかすごいシーンがあって、まあこれで、えー、王は、まあこの時に、 えー、核爆発の被害を受けてというか、まあ、ミニチュアローズでい書き方をしてるんだけども、えー、そのあとで死んでしまうと。でゴーンはそのあのー、もう本当にねサイドストーリーになっちゃってるんだよね。親衛隊のネ、ー、<laughs> フェルピットを倒してで、まあ、なんかこう強制的に自分が成長して、えー、瀕死の状態になってしまうと。で王と小麦の最後が書かれてキメラアント編は終わります。で 何がやっぱりね異常なのかっていうと、ゴンが王,王と対決しないと。それどころかね、ゴンは一度も愛もしないんだよね。これ何かというとね、タイガードラマの作り方なんだよ。あの機動戦士ガンダムってあるじゃん。機動戦士ガンダムってテレビ版劇場版を見ても一度もアムロレイは もうあの <laughs> ドズルザビにも会ってないガルマザビあドズルザビにだけやらせは先せぞととっ, <laughs> っていうとこにあったけどなんだこれっていうザビ家の人とね全然会ってないまま主役があったまま何のことかわからないままお話が流れるとでも見てる人はそこに大きいものを感じるっていうのは「大河ドドララマ、マ歴史ドラマの作り方なんだよね。でそのハンター×ハンター」もこれまでの少年漫画的な文法であとねその「 グリードアイランドまでの作り方だったら別に王とゴーンを合わせることも可能だったんだよねでもそれをあえてせずに全く別のステージで話し進めたっていうのはなんかその歴史ものの大きい流れみたいなものを漫画の中に入れ込んでいこうとするで次に後半さっきあのゴーンがサイドストーリーになってしまっているというのは何かっていうと後半は王があのなんだろうな キメラつまり隠された部下によって忠実な部下によって隠された真実を知るとか自分の本当の気持ちを知るっていうそういう自分探しみたいなものの話が中心になってしまうってことだなであとはそのさっきも話したよくあの政治で言われる永遠に終わらない論争としてさあの独裁性と民主性どっちがいいのかっていう話あるじゃん。つまり、パッと決めれて。 優秀な人が決めてくれるんだったら、でもいい独裁性まあそれがいいんだっていう独裁性とそうじゃなくてみんなで考えて代表で選んだ人がいろいろ決めるでそれを全部俺たちが突っ込むからいいんだっていう民主性とどっちがいいんだっていう話があるんだけどさどっちがいいっていうのは倫理的にどっちが正しいかという話じゃないんだよな、ね、だから倫理的に正しいんではなくてどちらの方がよりグループが生き延びやすいかという話なんだよ。でキメラ その中の種族の中心であり頂点である王がただ一人進化の頂点に立っててもなんかそのあんまりいいことなかったんだよねもちろん最後彼がちょっとね状況が変わったらとっても正しい正しい独裁者になれた可能性はあると最後の最後で小麦との関係を考え直すことによって人間とキメラーンとの完全な共生というのを考えて対等な存在として考えてっていうような んかその個があるのが限界個人っていうのがあるのがやっぱ限界なんだよね独裁性のあの民主性っていうのは小麦のような純粋さもネテロのようなその他の世界各国の首脳のような悪意もなんかこう両方持てるのが民主性のすごいとこなんだ民主性が持つ矛盾性ゆえの矛盾ゆえの多様性っていうのかなあの王に対して悪意と 小麦が持ってる無償の愛と両方を与えてしまえるっていうその幅の広さが民主戦の強いところなのでその政治劇として見てもやっぱハンター「ハンターハンター」のこのキメラン編っていうのはすごい面白かったと思うな。あので富樫さんが別のねインタビューであの なんでひそか出さなかったのかというのに対していやなんか師団長クラスならヒソかは瞬殺してた親衛隊クラスだつまりネフェルビドとかああいうふうなクラスだったらひそか簡単に殺したって言ってるんだつまり例えば現影旅団の団長とかあとあのキルアのお父さんのシルバとかあとゴンのお父さんのジンだったら多分王に勝てたかもしれないと。 どういうことかっていうともうねキャラクターの強いやつの上が固まり出して大混雑状態になってるよね <laughs> でもうあのえらいことになってしまったということであキメラアント編ここで終わるねあの次の、えー「何か編」っていうふうに呼んでんだけどもあのキルアの妹で何あ,のあ,るあるかっていう女の子がいてそれが何でも望みを叶えてくれる何かという存在に時々切り替わるとでその話になったのが、まあ、これ何かっていうと どういうういい意味かというと、ゴンの死にかけの状態を治すために万能の存在を出さなきゃいけなくなってきてでそれをミッションをクリアすることによってキルアが成仏して、えー、じゃあしばらくこれは妹と一緒に旅に出るわっていうもう本当につきものが落ちたさっぱりしたみたいな顔をして旅に出てしまってこれはそのもうすでにキルアという存在があのお話の中でゴンの相手役としては 不十分ななものにっっちゃったからだね。これまではずっと「キルア」は実はすごいんだすごいんだっていう隠し玉を作者なら一生懸命考えて出したんだけどもう限界に達したので、まあ、キルアはあの、ね、リストラされたと。で今どうなってるのかっていうとあの前回も話した通り前々回か話した通り、えー、孫悟空から孫悟飯へっていうような 父親から息子への主役の世代交代はかつてあったが子供から親へっていう世代交代はかつてないって言ったんだけども今ジンとゴンの親父のジンとあとバリストンっていうあのー、ハンター協会の裏切り者と言えばいいのかななんかこうユダみたいなやつとが、えー、主役になってコンビを張ってるとでそれをネテロ会長の息子であるめっちゃキャラの強いやつが出てきてか、まあ、き回してると ネテロ会長の息子というやつが推しは強いんだけども慎重に漫画を読むと何一つ悪いことしてないんだよね。で何つということはこれはそのなんだろうな後々になって対立する駒ではなくて主人公たちが乗り越えるべき大きな壁になるということをまあ暗示してるとつまり倒すべき存在ではなくてなんだろうな乗り越えなきゃいけないという存在になっていると。で あ、パリストンだな、ごめんありがとう。でジンとパリストンっていうのがまあおそらくゴンとキルアの関係になってんだ。でねやっぱね何が失敗だったかっていうと単行本の一巻の早いうちにゴンとキルアが仲良しになってしまったのでそっからさっきキルアは永遠「俺はお前のおかげでこんな,こんなになんかまっすぐに物が見れるようになったゴンありがとう」しか言えないような <laughs> なんかね内面ダダ漏れの気配になってしまったと。 ももうちょっと仲が悪くても大丈夫だとでお互い似た者同士だからどんなにお前がゲスかわかるとかあとパリストの方はパリストの方で私は人に対してなんか憎しみとか嫌いと思ったことがないんですがあなたのところが「初めて嫌いになれそうですよ仁さん」っていうねな,なんだこの BL みたいな展開はっていうお互いにもうで、ね、ラブラブ告白しまくって。 どっちがナンバー2だとかっていうような話になるっていうねあのまあ,あのそういう話の中に2人とも全然頭が上がらないそのネテロの息子っていうのが出てきて。 もう、ドラゴンボールだよね、これは。<laughs> あの、なんだろうな、亀千人のところでようやく修行する話になるのかなって思ってるんだけども。まあ、とりあえず、あの、今の暗黒大陸導入部っていうのは、選挙編っていうね、作者の大チョンボ、大ミスをリカバーする戦い。とりあえず、十二神っていう役に立たなかった奴らを何とかできるのかと。クラピカやレオリオという賞味期限切れのキャラクターっていう、 あと、十二神っていうので、残り物のチャーハンができるのかどうかだよね <laughs>。で、ジン、パリストンが互いに信頼し合って共闘するか、その前にゴンが復活するか、一番ありそうな連載が、そうまた終わってしまうのかとか、休んでしまうのか、という、そういう段階に入っていると思います。えー、まあ、ね、本当に、 今夜のもう3時か4時ぐらいになったら俺はもう吉祥寺のコンビニを1軒ずつ回ってジャンプありますかと聞いて回る出たびにねあのし縛ってるやつがあったら <laughs> それをこれ開けてくれませんかってお願いするっていうですねえー、旅に出ると思いますけどもまあまあ楽しみにしておりますということで1ヶ月にわたってですねお送りしてましたハンターハンター振り返るというのはですねえー、まあこんな感じでですねあの明日からのですね 新刊発売ですかであとはもうずっと俺も連載中ハサミで来て撮ってるからですね、えー、新連載を楽しみにしたいと思います。 はい、お疲れ様でした。えー、今日の無料動画はここまでです。アップグレード情報なんですけども、その前々回のですね、グレードアイランド編の動画の最後にですね、えー、極悪人として出てきたキャラクターにはですね、実は悲しい過去があった、そんな人情味があった、みたいな演出がハンターハンターにやたら多いって話したんですけど、まあこれね、ジャンプ漫画全般に多いというかですね、ジャンプ漫画のお約束みたいなもんなんですね。で、それがジャンプ漫画だけでなくて、他の少年漫画やですね、青年漫画にも波及して、今や漫画のもう本当に 一般的な手法になっちゃったんですけどもですね。で、戸菓先生の各漫画ですね。戸菓漫画にはですね、あの、まあ、あの、この使い方が上手いんですよね。えー、つまり、極悪人として出てきたキャラクターがいいところを見せるとかですね、完全に善人とか人格者として出てきたそのキャラクターがですね、心の中の闇を見せるっていうのが本当に出し方上手いんですよ。 で、え、キメラアント編で面白いのはですね、この逆のパターン、今言った逆のパターンですね。善人だと思われたキャラの悪意や残酷な部分が描かれる、見せるっていうのをやってくれてるんですね。一番わかりやすいのがですね、あ、これね、大好きなんですけどね、第28巻ですね。えー、ネテロ会長なんですけども、えー、人間のですね、えー、そこすらない悪意っていうシーンでですね、まあこの、 手足を失いながらうっすら笑っている怖い,かい顔のですね、出てる会長を出すんですけども、まあ、これまでですね、主人公のゴンに次ぐ、 ようなですね、善人、いいキャラとして描かれてきたネテロ会場なんですけども、百式観音ゼロ式というですね、最後の奥義まで繰り出してですね、視力を尽くして戦った相手を、まあ、ありのために人類は裏切れないよなというふうにですね、あっさり殺すんですね。で、人間の底すらない悪意と書いてるから、まあ、これはわかりやすいです。で、もう一つがですね、軍技をですね、という、あの、将棋にも似たボードゲームを、 め、の名人です、ね。小麦というキャラなんですけど盲目の少女、目が見えない女の子でですね、何をするにもぜどんくさくて、部屋に入ってきたカラスにもいじめられるような、まあ、徹底的な弱者なんですよ。純粋さんのですね、象徴みたいなキャラで、そういう部分にもですね、あの、アリの、キュメラアントのですね、メルエンは、あのいつの間にか惹かれていくんですけども、そんなですね、その小麦のようなですね、どっからどう見ても、 悪とは言えない、悪そうに見えない小麦だけどもですね、単行本の23巻、王と軍儀を、で対局している中で、こんなことを言うんですね。えぇ、ー、ここですね。はい、えー、23巻ですね。対局中にですね、王が思いついた手を見て一瞬だけ戸惑ってしまう。 で、それを見て王は勝ったというふうに確信するんですけども、しかし小麦はですね、冷静にその手を封じ込めてしまいます。で、最初からこの手が通用しないと分かってたのになぜ一瞬手を止めたんだというふうにですね、えー、尋ねる王に、そう、小麦が答えるシーンなんですけども、この手はココリコといって、10年前に私が考えた荒手、つまり、まあ、あの、定石みたいなもんですね。で、当時はこんなダメな私からどうしてこんな利口な子、ココリコが生まれるのかと嬉しかった。 自分が考えたその定石というかですね、手法、戦略を私の子、利口な子供というふうに言ってるんですね。しかしこの子を殺したのも私です。完全な攻略法を私自身が見つけてしまった。だから、えー、総帥様、つまりあの王ですが、この手を打ってきた時、嬉しかった。だからもう一度この子の命を消すのが忍びなくて少し迷いました。という意味ですね。 で次の24巻でこうも言ってるんですね。えー、軍技で食えるのは一番強い打ち手だけです。障害者の私は軍技で負けた瞬間に家族のお荷物、ゴミになってしまう。私にとって軍技に負けるイコール死なんです。 ここら辺ですね、その、すごくゆっくりと時間をかけて語られるから読み飛ばしてしまう人も多いんですけども、この二つのシーンからですね、小麦という女の子はですね、自分が生き残るために自分の子供を殺すような存在であるってですね、割とすごいなんかこう、重要なことが語られてるんですね。あの、つまり、軍議において、 すべてをこの勝負にかけてる、このゲームにかけてるから、自分が考えた新たな戦法というのは自分にとっての子供みたいなもんだ。で、その我が子を殺すの忍びないから一瞬迷ったっていうですね、人間味を見せるんですけども、それはその小麦がですそれは小麦の優しい面なんですけど、小麦の強い面としては、でも私は負けるわけにいかないから、勝つためには自分の子供も殺すことも、あの、迷いはするんだけども、 え、やめはしないって、はっきり言うんですね。だからその、これね、あの、小麦というキャラクターは、その、あの、メルエムの母親、キメラアントのですね、女王の、えー、対になる存在なんですね。え、生まれてきたばかりのメルエムに致命傷はされたにもかかわらずですね、死ぬ瞬間まで我が子のことを心配していたキメラアントのクイーン、女王ですね、王の母、 の対になってるんですね。人間の底すらない悪意という言葉は小麦にもかかってるわけですよ。同時に。小麦みたいな純粋に見える人間であっても、自分が生き残るために子供を殺すことっていうのをあえてすると。アリと人間はこんなに違うと。アリっていうのは、王っていうのが、自分の子供っていうのが自分の命より大事だから自分が死ぬことを厭わないっていうのと、なんだろう、対極の存在として小麦の弱さ、純粋さを 見せるセリフであると同時に人間の悪意、そこ知らなさっていうのを見せてるわけですね。なんかあのー、 ただ、まあ、そういうふうに言っても、最終、最高傑作のキメラアント編っていうのはですね、人間っていうのは悪い生き物ですね、醜い生き物ですねっていう、なんかその、それに比べたキメラアントなんて可愛いもんですね、とか、そういう単純な話で終わらないんですよね。ネテロ会長のですね、その仕組んだ策略によってですね、ミニチュアローズを食らって、放射能に、まあ、放射能って書いてないんですけど、放射能ですね、汚染されて、品種の重症ですね、負った王は死ぬ、死ぬ前にですね、小麦と軍器、またあのゲームをやります。 でここですね、えー、30巻ここ見てください、えー、ここでですね小麦はですねすでに白ですねすでに通用しないことが分かりきった手であるココリコを繰り出すんですよと王は怒ってですね要グ愚弄する期間 っていうふうにですね、言うんですね、えー。私、軍議でふざけたことは一度もありませんと答えるんですけども、えー、この後ですね、えー、小麦はですね、荒手をまた思いついちゃうんですね。もう一回ですね、ココリコを生かす手ですねで。それに王がですね、驚くですね。王との対局を通じて小麦はですね、死んだと思われたココリコの生かし方をですね、見つけたわけですねで。これはですね、一度は自分の手で殺したと思った子供を王と二人でもう一度産み直した。 というこの新手ですね手法技法というかですね、まあ、あの戦略はですねその王と、うん、小麦の,あの2人の間の子供なんですよ。でだからその後、ですねその小麦とメルエムはお互いの 心の中の対話で、そうか、世は、私は、この瞬間のために生まれてきたのだっていうですね、二人のモノ、モノログにつながる、最後の最後の展開で希望を見せるわけですね。子供を作ることができたっていうですね、えー、なんだろうな。 その、それまでその小麦の戦い方っていうのは自分が生んできた子を殺してまでも勝とうってするのと、そのメルエムのですね、自分の母親を殺してまで生まれてきた自分っていうのが、お互いのですね、ために生きようというですね、で、お互いの子供をですね、あの、見つめ合うというですね、すごい展開になるんですけどもですね、あの、バトル漫画に見せかけてですね、あの、それもまあバトル漫画の王道の展開ですね、主人公と強敵な、強敵の バトルとかですね、奇跡の勝利をですね、徹底的にこう結構避けてるんですよね。でそれでいて見せ場を作って感情を盛り上げるエモーショナルなその読者の感情を盛り上げるように作ると。でこれだけでもう十分傑作なのにですね、さらに本筋と一見関係ないように見えるですね、小麦というキャラ、軍旗というですね、ゲームを使うことでキメラアントと人間のさ両者は分かり合えないというですね、これまでハンター・ハンターでその 一貫して書いてきたこととはですね、実は真逆のテーマを語って、これが最後の最後で一筋の希望に結びつくってですね。まあ、この辺がね、キメラハント編僕が最高傑作なんじゃないのというふうに呼ぶゆえんですね。なので、この最高傑作を書いてしまった以上、その現在の,あの連載中のハンターハンターに、 こういう手法でのクライマックスはもうやらないっていうですね。こそこがですね、今のハンターハンターの複雑さにもつながってると思います。皆、え、さ、ー、ん,な朝みんなです、ね、今すぐですね、お手元の単行本を読み返してですね、ちょっとこのラストの、あの、キメラント編のラストの展開もう一回読み直してみてください。で、なんでかというとですね、この小麦の架を小麦の架をつまり、えー、私は、 軍議以外に生きる値打ちがない人間ですで、軍議に負けた時は死ぬと決めてますっていうのは同時にですね、その漫画が描けなくなったら自分には生きてる価値がないというですね、ジャンプ漫画家としてのですね、その覚悟と教授が現れてるんですね。で、この覚悟と教授、漫画家としての覚悟と教授っていうのは逆に言い換えれば、まあですね、逆にじゃない、言い換えれば制約とですね、その制限なんですよね。あの <laughs>、ハンター・ハンターにおけるですね。だから、富樫、 その、や、さんって漫画家はですね、逃げないし、楽をしないしですね、もうこの念能力っていうのは、少年ジャンプで書くっていうことを誓って、その中で力を吐きずっとやってるからですね、他のジャンプ漫画に移ってですね、例えば月間で書くとかですね、3ヶ月に1回書くっていうですね、無理をしないですよ。結果として休むことになろうが、週刊連載を何が何でもするっていうですね、念能力の制限と制約があるから、しょうがないじゃないかって ですね。だから腰を痛めてもですね、体をですね、なんかごぼろぼろになっても、少年漫画でジャンプ、ジャンプで書き続けるというですね、えー、そこがですね、なんでしょうね。自分の生き様もこういうところで語ってるところが、語らずに、なんだろうな、言ってるところまあおも、面白いとか、かっこいいと思います、えー。さて、今日見てもらった動画の限定部分を含めた全長版は有料会員のみ見られるようになってます。後半はですね、ゼミ生からの質問とかですね、あの相談に答える、 ま、Q&A で、ハンターハンター、いつまで続くと思いますかとかですね。まあ、あの、あと、ネットの悪口を気にしないにはどうすればいいんでしょうかこのメリットを教えてくださいとかですね。続きが見たい人はですね、公式のお方図書アーカイブ、YouTube のメンバーシップ、ドワンゴのブロマガチャンネル、どれでも結構ですから参加してご覧になってください。あー、疲れた。<laughs> それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあまた、バイバーイ。